はい、スタートしました。皆さん19時を回りました。今週もですね、Facebook ライブ60分始まります。今回のゲストはですね、実はもう5年ですね。5年前になります。出会ったのは。一緒に自分のこう技術を高めるというか、能力を高める研修で出会った女性なんですけど、いや、ちっこいんですけどですね、熱量たるや、もうすごい溢れてる方なんですね。歯科衛生士として自分の仕事に誇りを持ち、でもそれがなかなか発揮できなくて、どうにかして今まで積み上げてきた自分の技術や誇り、そして患者さんへの思いを何としても伝えたいという思いで自分を磨きに来てありました。もうその姿たるやですね、目に焼き付いて離れません。そんな彼女が、私も一般財団法人日本プロスピーカー協会のプロスピーカーというタイトルを持って、実際そういった活動をしておりますが、講演活動をしておりますが、実は今日の酒井邦子さんもプロスピーカーなんですね。素晴らしいメッセージを今日は皆さんに伝えてくださいます。心の底から溢れるメッセージとはこういうものなんだというのをぜひ皆さんにお届けしたいと思って、今日はゲストにお呼びしました。というハードルを上げたところで、酒井邦子さん、登場いただけますでしょうか。よろしくお願いします。上げすぎ。いやー、本当にお久しぶりですというかですね、ありがとうございます。今日はご参加いただきまして。ありがとうございます。早速何か抱いてるね。赤ちゃんね。いつも使ってるぬいぐるみ。そうそう、ゆうちゃんっていう名前で、優しい羽って書いて、ゆうっていう、私が3人目につけたいなと思ってた赤ちゃんの名前。あ、まだこれから行くかもしれない。いや。という話はまた後ほどで。はい。ではですね、今日のゲスト、酒井邦子さんからですね、ちょっと自己紹介を兼ねてですね、どんな人かって、いや、もう本当に今素敵な笑顔で登場くださいましたが、新年の人です。ぜひですね、皆さんお聞きください。じゃあ邦ちゃん先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。なんか皆さんの顔が見えないので、ちょっとあれですね。よいしょ。じゃあちょっと画面共有を。あ、これでいいんかな。見えてる。あったのかな。あ、いけた。あ、はい、見えてます。はい、ありがとうございます。ちょっと自己紹介ちょっとさせていただきます。1973年2月9日、邦ちゃん肉の日という日に生まれております。大阪生まれの大阪育ち、歯科衛生士としては27年目でございます。歯が大好きすぎて、みんなから結構歯オタクとか呼ばれたりとかしていて、高校1年生の時からアルバイトをして、この業界に入りました。家族は夫と中学校3年生の息子と中学校1年生の娘の4人家族で、これは私のたくさんの家族ですね。私、妹、真ん中にいてるのが私の妹で、左端が私の両親、家族と妹、そして、夫の両親になります。で私の仕事は株式会社ボーテといいまして、歯科衛生士が全国で初で開業しております歯科クリニックに勤務しております。2人とも歯科衛生士なんですけれども、歯科衛生士で歯科医院というのは定罰できないんですけれども、ドクターの方を管理士として来ていただいて、そして私たちの、お仕事が成り立っているというような会社です。3店舗今ですね、サロン運営を3店舗、心斎橋と元町、神戸元町と、そして東京目黒に去年12月にオープンいたしました。あと研修事業と、あと商品ですね、物販商品ということで、商品開発の方も自社でさせていただいています。例えばホワイトニングっていう、ホワイトニングと自費のクリニック、専門のクリニックで、治療が一切行わないクリニックなんですけれども、こういう感じで黄ばみがある歯の方はですね、たくさんの方が白くしたいというご要望がたくさんありますので、それをこう白くこれ何回かでしていくんですけれども、その中でホワイトニング入りの健康着地っていうのを目指してやっております。みんな歯科医師と歯科衛生士のみで行っているプロフェッショナルな集団と私たちはもう思っております。で自社でこれオーガニックの、商品になるんです。今日私の背景にもあるナチュラルボーテっていうオーガニック商品ですね。これ本当にこう毎日使うものなのに安心安全なものを使っていただきたい、赤ちゃんから、使っても害のないようなものにしてもらいたいという思いから、なかなかなかったので結構でオーガニックってなるとすごく高いんですね。なのでもう本当に頑張ってもうあんまり儲けがないような状態なんですけども作って今全国でこちらを配信しています。研修事業は、いろんな3分の1ぐらいが、ボーテの3分の1ぐらいがやっぱり研修事業をメインにしているので、私も全国のクリニックさんにホワイトニングとか、自費のクリーニングの研修も行かせていただいた、ホワイトニングとかチームビルディングで行かせていただいたり、あとは歯磨き教室で行かせていただいているような会社に私は勤めております。で、私の主な研修はこの子どもを持つお母さんのための歯磨き教室ということで、今12年で900組以上の親子の指導に携わらせていただいて、こんな可愛い赤ちゃんとに毎回ですね、癒されながら楽しくお仕事をさせていただいています。でそれを、今全国のクリニックさんにですね、研修で行かせていただいて、この教室を広めていくっていうのをお手伝いサポートをさせていただいております。例えば、こんな歯ブラシですね、生後4ヶ月の赤ちゃんから、こういう歯が生えていない状態から持っていただくような歯ブラシをたくさん紹介させていただいて、近くのお店で揃えていただいて、赤ちゃんの時代から歯磨きに慣れさせるというようなことをお伝えしたりとか、1歳になるとこんな感じでちょっと握り手がある、でホルダーがついてるような感じの歯ブラシを使ってくださいねっていう形でさせていただいています。後でイメージが持てるかなと思うので、ちょっと動画も用意しているので、ちょっと機会があれば後でしたいなと思いますので、私の仕事はそんな感じです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。あら、まとまっているかしら。大丈夫大丈夫。いやー、ありがとうございます。動画ここで出したら？そうか。うん、はい、ここで出したら、どうかな。せっかくだから。これ私まだ画面共有落ちてないんですね。大丈夫大丈夫。これ。うん、すみません。はい。これですね。赤ちゃんのやつ。ちょんちょんちょん、いくよいくよ。せーの。上手。もう一回いこう。ちょんちょんちょん、いくよいくよいくよ。せーの。歯が生えてるとこはこうやってね、シャカシャカ音鳴らすんですよ。なってる？なってるでしょ？すごい。奥はね、歯が生えてないとこはね、こうやってコロコロ回すの。あ、気持ちいいな、気持ちいいね、気持ちいいね。そうそう、前はシャカシャカ。奥はコロコロのまま。はい、やって。そうそう、上手よ。あら、上手ね。気持ちいいね。はい。これは。初め生後4ヶ月の時に歯ブラシをお家で導入していただくポイントで、心の準備ってこんな生後4ヶ月の赤ちゃんでも心の準備ちゃんとしてくれるんですね。でいきなりやっぱり歯ブラシを入れたりとか、お風呂のお湯をかけるのにもいきなりお風呂のお湯をかけられて赤ちゃんって泣いちゃうので、やっぱりお風呂のお湯をかける時ですら「行くよせーの」って言ってからかけるのと。何も言わないでかけるのとではやっぱり赤ちゃんも全然違うっていうのが分かってきたので、これ本当にこの子はね、まだ生後6ヶ月弱の子なんですけれども、生後4ヶ月の赤ちゃんから心の準備って本当にこんな風にしてできるので、ぜひちょっとお家でやっていただくといいかなと思っています。歯が1本も生えていなくてもブラシタイプのを入れるっていうのが大事なんですね。結構ゴムタイプで終わらすお母さん結構多いんですけど、歯ブラシタイプにも慣れさせるっていうことが大事で、もうこれ全然歯一本も生えていないお子さんなんですけど全然慣れてくれるの で次の動画が、その全く慣れていないお子さんが初めゴムを入れてるんですけれども、そこからブラシの感覚に慣れた時に歯ブラシに持つっていうタイミングがあるので、ちょっとその動画をちょっと見ていただきますね。上手ね。で、すぐ抜く。長く入れない。で、口の中にブラシ入れてほしいな。そうそう、上手ね。気持ちいいね。こんな感じわかります？うん、そうそう、もっと入れようか。そうそう、上手ね。そう。ちょっとなんか入れれるような。はい、このままか。ちょっとこの感触を覚えさせて。そう、カミカミして、もっとして、そう、あら、上手だわ。いい感じ。いい感じ。そうそう、お母さん上手上手。そう。それをね、ずっと繰り返してもらう感じ。いけるでしょ？ブラジルのでしょ？あら、上手。入れて、そう。こんな感じで、歯ブラシにはじめちょっとブラシの感触がダメなお子さんだったけど、ちょっとブラシ入れて抜いてっていうのをやってると、ブラシも全然口の中入れれるようになったりとかので、言葉かけがすごく大事なので、気持ちいいね、すっきりするねって、変な顔してこんな顔になるんだけど気持ちいいねって言ったら、なんか気持ち悪くても気持ちいいって感じになる。そのやっぱり脳に対してのイメージトレーニングとかもやっていく感じですね。もうね、子供の歯磨きってもう究極の予防やなって私は思ってるんですね。なので本当にこの技術をたくさんの方にお伝えしたいなと思って、今47都道府県全県に1件ずつこの母親教室を導入していただけるクリニックさんを今作っていこうと思ってチャレンジをしているところです。もう1個ね、これね、子供の歯磨きしてるんですけど、これお母さんがね、自分が歯磨きしてるの見せてるんですよ。で、見せてるとこうやって自分も同じように真似する。そしてクロスもこうやってやるんですよ、子供が。ちゃんとこれ2歳半なんですけどね、2歳半でね、ちゃんとね学んでできるようになる。そしてね、最後はね、なんとね、拭いてるんですよ。でね、こういう絵のついてるフロスをそのまま入れるのじゃなくて、ちゃんとウェットティッシュで拭きながら隣の歯って入れてるんですよ。本当洗いながらが一番いいんだけど、なかなか洗いながらだとハードルが高いので、ウェットティッシュで拭いて入れて拭いて入れてっていう、お母さんがやってるのを見て真似してるんですよ。なるほど、うん、これ2歳半なんだけど、こういうお子さんをやっぱりたくさん作っていきたいって、もうそこに突き動かされて私やってる感じですね。はい、素晴らしい。そしてとっておきの最後1枚ですね、これこれ私の娘ですね。この間たけちゃんがちょっとライブで言ってくれてたので、ちょっと載せてみましたけど、これたけちゃんとこのいちご、もうアイナはもう大好きで、まあ、今中学校1年生ですけど、もうね、たけちゃんとこのいちごはいちごじゃない、あまおうだっていう、もう本当にもうそういうぐらいに本当に美味しいって言って、もう毎年すごい楽しみにしてる。いやー、ありがとうございます。いいプレッシャーです、それは。いや、こうやってね、喜んでくれる人がいるからね、まあ、そうやって送れるし、まあ、ちょっと話戻すけど、はい、赤ちゃんは顔見てるよね。見てる、顔見てる。私の顔しか見てない。だって言葉通じるわけないもんね。顔とね、口元見てるんですよ。何言ってるか、もう声色とかさ、多分笑ってファーってやってる雰囲気で、口開けるとこれ言うこと聞くとみんなが喜ぶんだみたいな本能的なものであれ動いてるよね。そうなんですよ。そこなんだよね。そうなんですよ。いや、嫌やな嫌やなって、歯磨き嫌やなって言うと嫌な脳になっていくので、どんどん歯磨き嫌いになるんですよ。これさ、ちょっと聞いていい？くにちゃんがさっきのあいなちゃんの時、自身が生後4ヶ月とかなんとかっていう、子育てママの時はどうだったの？どんな経験だったの？ひろきの時はまだね、教室を始めていなくて、上の中3の息子の時は。なので本当に夜寝る前に磨いて、ギャン泣きする中磨いて、もう覚醒しちゃうんですよ。夜寝る前に磨いたら。なんか赤ちゃんって本当は夜寝る前に磨きたいけど、夜寝る前に磨いちゃうと寝なくなっちゃう。もううちの子は特に目固かったので、1時とか2時まで寝ない、もうママもぐったりみたいな感じになるので、もうそれもすごく嫌だった。でもう泣き叫ぶ子磨かないといけないっていうのも嫌だったし、なんかどんな歯ブラシでどうやって磨くことが確実に汚れ取れるかなんて、もう未知の世界だって、衛生士学校でも全く習わない領域なんですよ、これって。そうなんだ、うん、なので本当に自分の子供をもう実験台って言ってあれだけど、もうそんな感じで、この時期ってこういうことなんだとか、こうやったら磨けるのかとかっていうのを一つずつこう積み上げていって、でアイナが生まれて生後4ヶ月の時にスタートしたの、教室を。もうその時したの？あの生後4ヶ月、自分の子供連れて、アイナ連れて教室に行って、アイナをデモンストレーションで使ってた。で、アイナがその幼児教室みたいなところに4時間保育で行くようになった時に、このね、ゆうちゃんが現れたわけ。なるほど。それまではだからアイナが、そう、だからアイナがもう私のそのモデルになって、ずっとそれをレクチャーしてのお母さんが見てくださるっていうスタイル。これじゃあもうご主人も、もう納得というか応援してくれる形で。そうですね。すごいな。そんな、じゃあ、うん、そのちっちゃい時にうまくできなかったから今やってるんじゃなくて、もう自分の子供が赤ちゃんの時からやってたんだ。そう。もうどうやったらこれはいけるかっていうことを、もう本当にずっと探求してたの、ひたすら。独身時代からそれをしたいって思いがあったの？あった。っていうのはやっぱり歯医者さんに来るお子さんってみんな虫歯になってくるのね。で、虫歯になってきて治して、で歯磨きの仕方とか教えて、じゃあねってまたねって帰らせるんだけど、3ヶ月後来たらまた虫歯になってるのね。でそれをやっぱりたくさんのお母さんはなんか3ヶ月に1回歯医者に来てるのにまた虫歯になってるんですけどって、結構私たちのせいみたいな感じになる。だけど実はそうじゃなくて。もうね、毎日の歯磨きがすごく大事で、私のとこに来て毎日私が磨かしてくれるんだったら、もう虫歯ゼロで絶対にお返しできるんだけど、やっぱり3ヶ月に1回しかいらっしゃらないので、なのでなかなか難しくって、その時から歯医者さんに私勤務してた時からお母さんに歯磨きの仕方をずっとレクチャーするようにしたんですよ。大体歯医者さんに行くとお母さんにレクチャーっていうよりかは、衛生士さんが磨いてフッ素塗って子供に歯磨きの仕方を教えて終わるって感じなんですよ。子供にね。だけど実際子供の脳ってやっぱり10歳ぐらいまで自分で磨けるっていう脳じゃないのね。ああ、そうなんだ。だから見てると同じとこしか磨かない、10歳まで。だけど10歳になると鏡を見ながら全部の歯って磨くってことはできるのね。だからそういうこともやっぱり教室やっていいって分かってきて、なんとかこれはもっと月齢下げないとなと思っていて、でも歯医者さんってそんな1歳とかの赤ちゃんあんまり来ないんですよ。だからなんか1歳から初め私も教室始めたんだけど、1歳でもギャン泣き、赤ちゃんってイヤイヤ期も真っ只中で脳がもう育ってるからギャン泣きなんですよ。でそれやっぱり10ヶ月とか半年とかこう落としていって、で絶対にイヤイヤ期にならないような月齢を大体見つけたのが4ヶ月っていうことだったの。だから生後4ヶ月から始めるっていうのは、ちゃんと脳の仕組みと成長を見た時にもうね、されるがままで当たり前に育って、習慣化で育って、例えばご飯食べるの嫌とか、どっかお出かけするわよ着替えなさいって嫌って泣く子っているじゃない。いやいやって、何やんのもいやいやって、あれ1歳ぐらいからだいたい始まるんだけど、でも歯磨きだけはいやいやにしたくなかったから、歯磨きはもうルーティンにできるように生活習慣の中に入れ込むっていうのをもうやったの。そしたら成功したの。じゃあもうそれ何年やってんの？今や俺と同い年だから13年目。すごい。いやー、なんか改めて今スイッチ入ってる坂井邦子をこうなんか初めてっていうか、なんか歯オタク、今スイッチ入ってる邦ちゃん先生をこうまじまじと見てな感動したよ。本当ですか？いや素晴らしいな。あの時ちょっと5年前の研修の時にね出会ったっていうオープニングをちょっと話したんだけども、あの時はどういう思いでこれをやりたいから自分を向上させようと思って来てたの？研修を受けてきたのは。そう。いや、あの時のことをちょっと一番ね覚えてる。上品に。2つね。いやちょっとここまで深掘りしてオープンに聞いてないから聞きたいんだけど、まあね、先週のゲストの、ね、戸田美智子さんの道ねのなぜあそこで。あそこじゃなきゃダメだって言った本意は、何だったんだろう。もうね、ずば抜けてったのね。道ねがもう放つオーラも、やっぱ人をこう引っ張る力的なやっぱり言葉のそのエネルギーとか、その発するエネルギーとか、なんか覚悟が見えたし、なんか本当にこの人のと一緒のグループに行ってたら、私なんか今まで見えなかった自分とまた出会えるかもとか、すごくいっぱいすごく思っちゃった。で、絶対この人じゃないと絶対嫌ってもう思っちゃった。この人とやりたいと思って、もうすごく魅力的だった。で、1歳児ぐらいの、いや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 っていやいやいやじゃないけど、いや私絶対ここに入りたいんですって言ってたもんね。それがね、私が持ってないものを道姉が持ってたのよ。本当に私ね、前にねパッと出るタイプじゃないんですよ。なんか出んの恥ずかしいし、もうどう思われるんやろ、もういろんないっぱい自分も嫌な自分があって、もう前に出たいけど前に出れない自分に自信がなくて、もう本当に自信がなくって、なんかみんなが素晴らしすぎて自分が自信ないっていうのがもう全面出てるから、このあれだかもしれないけどリーダーとかでこう行くのももうよういかなくて、私も後ろの後ろの後ろで立ってた、私を見ないでぐらいの感じで。でもそれをこう前に出て、あそこの場でああいう風にされたっていうのがもう本当になんかもう素晴らしすぎて、あんな人になりたいって、私が目指すのはあんな人と思って行ったの。皆さんこれですね、今なぜちょっとすいませんね、何の話か分からなかった方にちょっと改めて解説しますと、人と人が出会ってこの人だって思った時にですね、彼女は酒井邦子さんは本当はもう時間切れアウトだったんです。でもどうしてもこのグループに入りたいというダダをこねられました。そうしてでも何でしょう、まあ熱意がものすごかったんですよね。それで別の方が、あ、私じゃあ別のグループでもいいですよっていう、そこを信念、まあ、多分そこまでの思いで選ばれてなかったんでしょうね。その方が変わっていいですよって変わってくださって、酒井邦子さんと私は同じグループで研修をこうやったんですけども、まあ、それがなかったら私たちのこの出会いもなかったんですよ。で、もう一つ覚えてるのがね、1対1で、まだお互いのことを深く知らないときに、1対1でね、何だったの、こう2人向き合って話すときがあったときに、同級生だし、同じ多分41か2の時だよね、あれね、42ぐらいの時に、まあ私も同世代の子供がいて、母親が3日間もこの研修に来てるいうことは、どれだけの覚悟と家庭でのいろんな葛藤があってきたんだろうねって、あなたの覚悟はすごいって言ってる自分も泣き出したらビヤー泣き出してビヤーって泣き出したもうね、もう焼きついてて目に、あの瞬間ふっってなんかもうもう穴から出てたよ、なんかもうすごい状態やったと思う。だからそんな思いがね、この歯磨きっていうか、いや今でこそ私はフロスを使って、素晴らしい、本当に綺麗にするようになったんだけど、いやいやフロスって何って状態だった、知らなかった。でもそれを赤ちゃんの時、いや小学生の時も知らないよ。でも歯の健康について、歯が大事っていう話をちょっと聞かせてもらいますか、歯科衛生士の立場から、なぜ歯がそこまで大事か。そうですね、もう歯がもうすべて体の源と言ってもいいぐらい、やっぱり歯でこう健康な歯で物を噛むっていうことはやっぱ健康寿命も伸ばすことになるし、お口の中の菌をたくさんやっぱり飲み込んでるわけなので、口の中の菌がやっぱり減らしておかないと、もうそれによってやっぱ糖尿病のをやっぱりひどくしたり、今ではやっぱり痴呆症も言われたり、妊婦さんだったらやっぱ早産のリスクが上がったり。心筋梗塞、脳梗塞、脳卒中、いろいろあると思うんですけど、ありとあらゆるやっぱり病気の引き金をこう起こすっていうのが歯周病菌とも言われてるぐらいなので、本当にね、口の中の菌ってすごい汚いんですよ。でもそれ飲み込んでるので、みんな。でも自分で磨いて取れるって思ってるんだけど、自分で全部取り切るって本当に難しくて、そのための私たち歯科衛生士のやっぱり役割っていうのは大きいなというふうに感じていて、歯磨きも早く磨きたいですよね。早く磨き終わりたいですよね。なのでやっぱり時短で磨けないと患者さんもやっぱりずっと磨き続けようと思わないし、また確実に汚れが取れてないと同じ5分磨いても磨けない歯ブラシで取ってても、まあ、取れないわけなので、まあ、時短で最短で本当に確実に汚れが取れる清掃用法ってないのかなってやっぱりこう歯科衛生士としてずっとこう探求し続けてきて、今私の中でこれっていうものがあるっていう。まあ、それも本当にフロスはもうずっと昔から大事だなと思ってたけれども、同じ歯科衛生士さんでもフロスが使えてない方もたくさんいるので、まあ、そういうところをたくさんやっぱ伝えていきたいんですよ。もうフロスが本当に大事。私が本当に人生の中で、まあ、人生の中で言ったら今日一日でなんか1個しかできないって言ったら何を使いますかって言われたら、迷わずデンタルフロスを使う。もう歯ブラシでもなく、マウスウォッシュでもなく、歯間ブラシでもなく、もう本当にもう迷わずデンタルフロスを使う。もうそのぐらいにデンタルフロスが重要。すごい。全ての汚れはデンタルフロスで取れると思ってるぐらいに、私は本当に歯周病のリスクも下げれるし、虫歯のリスクも下げれるのがデンタルフロスなので、これをやっぱりちっちゃい赤ちゃんから当たり前に使うような子育てをお母さんに伝授していきたい。やっぱ私ね、歯科衛生士でちょっと変態と呼ばれるレベル、マニアックというか猛者だなって思う3人の歯科衛生士を知ってるんだけど、熊本の徳永恵美子さんね、恵美里さんね、でもう一人埼玉だったかな、どこだったかな、まゆか先生っていうね、先生、はい、私もつながらせていただきました。たけちゃんのおかげでちょっと男かっていうような先生が いるんだけども、でくにちゃんもやっぱ匹敵するね。なんか歯科衛生士ってすごい信念、いや、歯科衛生士の見方が変わりました。いや、きっかけになったら嬉しい。いやいや、本当に今、実は今振り返ると、熊本の益城地震があった時にね、私も災害、避難所に2000人いる避難所の救援に入ったんだけど、その時に真っ先に言われたのが、歯からダメになるって。だから、岡山の歯科医師会館に歯ブラシとかお年寄りの方の歯から病気が危ない、歯の健康が一番大事だ、それも歯磨きのチューブを渡したらお母さんたちがそのチューブを取っちゃうから、我が子のために個別包装のちっちゃい歯磨き粉と歯ブラシがいるっていうのを岡山県の歯科医師の先生から教えてもらって、岡山から大量に送ってもらった。歯が大事なんだってその時に認識した。でもフロスとかそういう知識ないから、いやもう本当に歯科衛生士さん、歯医者さんってもうあれがもう本当に辛い。もういくらあげてもっていう今日歯医者や行かなあかんみたいなのがもう伝わってくるのがもう悲しすぎて、まあ10年間歯科医院では一般の歯科では勤めてたのは10年なんだけど、まあアルバイトとか入れたらもう15年ぐらい勤めてるんだけど、もうなんかもう痛いとかもう怖いとかもうでそういうので来られてたので、もうここを本当にこう予防を専門になぜできないかみたいな感じだったんですよね。で、まあ、今ボーテにいててもう予防のクリニックなので、もう来る人みんな楽しみにしてくるわけですよ。あ、歯医者やーってで、また綺麗になるって。綺麗になった歯でもうご飯食べたくないって言いながら帰りはる姿を見て、もうこれ私がしたいのはこれってなる感じ。なるほど、それでボーテがなるほどね。歯が綺麗になったら食べたくないって、食欲より美の意識が勝つんやね。もうこの綺麗な歯になったすっきりした口でご飯食べるのもったいないってなってはる感じ。なるほど、ホワイトニングにね、私が魅了されたのは、ホワイトニングすると歯ってツルツルなるんですよ。だからね、汚れがつきにくくなるし、歯周病も虫歯用にもなるんですよ。だからやっぱりそれで余計に私はね、歯磨き教室からホワイトニングにもすごく魅力を感じて入ったっていうのがあります。きれいにするだけじゃなくて汚れがつきにくくなるんだ。つるつるなることによってつきにくくなるにはちゃんとコーティングするからなんだけど、してたね。普通のホワイトニングとはまたちょっと違うんだけど、ちゃんとコーティングするのでもう汚れがほんとつきにくくなる、つきつるつるになる。思い出した。実は私も一回行ったんですよ。その大阪のボーテの本店に行って寝落ちしたんですよね。気持ちよくて。そしたらいつの間にかこう口のセットしてるのがもうわけわからんようになって、であががあががって言いながら待ってたんです。そうそう、気持ちよくて寝た。うんうん、あ、すごい個室完備で、そうですね、疲れたビジネスマンはあれ寝るよ。そうだからね、皆さんでね、普通寝るってないでしょ。よく寝ます。寝る、ね、治療多分するときは寝れないのね。だけど、まあ、予防でこう磨いたりするときは寝てしまうと思うんですけど、うん、もうやっぱり治療でこう、ね、麻酔したりとかっていう、もうつらい。もう、うん、そこに子供がね、小さい子供が虫歯を作って、もう麻酔するっていうのが、もうそのシチュエーションがもうね、つらい。もうやってる私。そうだね。歯が痛くて治療に行ったら寝ない。うん、でしょう、うん、だからね、歯医者はもう私は本当に虫歯ゼロの子育てっていうのをやってて、なんかね、歯医者大好きな子を作りたいんですよ。歯磨き大好き、歯医者大好きな子に育てたいから、子供にはお母さんにいつも言うのは、今日歯医者やで、やったーって言って育ててねって頼んでるんですよ。今日歯医者やったーって言って、でこれがすごい大事。これお母さん、本当若いお母さんたち、ね、それ全部が全部知り合いないだろうけど、YouTube とか動画だったら見れるから、これ、ボーテでオンラインスクールしたら、うんね、くにちゃん先生のこう実践動画みたいな、なんかこの、なんだろう、オンラインの時代の、このコロナの、ウィズコロナの時代の、いや、お母さんたちだって今、自宅軟禁状態の子供を外に出せないっていう状態に、陥ってる東京なんかいらっしゃるかもしれないね。そうですよね。歯磨きが楽しいって。あ、そうそう、タイトルにあった。あ、なんかちょっとなっちゃった。びっくりした。なっちゃった。1対1のコミュニケーションが、仕上げ磨きの話もぜひ聞きたい。あれすっごくいい。ぜひお願いします。まあ、仕上げ磨きは本当にまあ、生後4ヶ月から、まあ、歯生えていない時期からまあスタートして、まあ、真似事から始めていくんだけど、まあ、10歳まではしっかり仕上げ磨きやってくださいねって言うんですね、まあ、脳の育ちがあるので。でやっぱりね、1対1で唯一コミュニケーション取れるのが、まあ、仕上げ磨きしかないんですよね。まあ、兄弟が 2,3 人とかいてると、まあ、ご飯食べる時も、まあ、2人の子供とお母さんとかで1対1にならないし、お風呂もまあある意味こう2人一緒に入れたりとかってなったりして、で結局1日通してみて2人きりになる時間っていうのが私本当にないなって感じたんですよ、アイナ育ててる時に。だね。うん、でそれでやっぱり唯一1対1になれるのが仕上げ磨きっていうのがあったので、もうね、本当に私はこの仕上げ磨きを通して親子の絆を深めるっていうのをもう本当に皆さんにお伝えしてるんですけど、仕上げ磨きのスタイルになった時にすっごくたくさん保育園での話とか幼稚園での話とかしてくれるの。本当に子供って、今日学校どんなことあったのって言うと、1対1で仕上げ磨きのスタイルであーってしてる状態で、今日何々ちゃんと何々ちゃんこんなことで遊んでたとかって言ってくれる。だからそれが普段ご飯食べてる最中に今日どんなことあったんって言ってもそこまで出てこないことも、なんか仕上げ磨きの時だけ唯一出てくるっていう、もうこれ兄弟間の取り扱いもすごい第一で、まあ、何でも上のお子さんからやってねって私はお伝えしてるんですけど。スキンシップ、そう、うん、甘えれる瞬間だよね。そう、本当にもうこれすごく大事だなと思って、うん、一番子供がね満たされる時間、うん、ママの愛をこうしっかりと確認する時間、うん、それが今減ってるのかな、うん、忙しすぎて共働きとか、うん、そのお母さんたちが忙しすぎてそれが減ってるから今いろんなことが起きてるのかな、うん、まあ一部だと思うけどね、ああいう今日いろんな事件があってるのはさ、まあ、それもねいつ磨いたらいいとかわからないよね。うんだから効果的な時間帯とかあるし、効果的な磨き方っていうのもあるので、うん、お伝えしたいなと思うけど、やっぱりネグレクトのお家はやっぱりまず歯がもうボロボロですよね、うん、歯の頭が全くない、根っこだけしかない状態、完璧にもネグレクトのもう典型的なお口ですね。え、ネグレクトってなんだっけ、聞いたことあるけどなんだっけ、ね、育児放棄。ああ、それはもう虫歯菌が歯を溶かしちゃってる。そう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 。歯も磨かないし、うん、食べるものも大変だし、お菓子で育ててたりとか、いろいろあるので、だからやっぱりそれもじゃあどこから来てるのかというと、やっぱり赤ちゃんもなんかね、お母さんも仕事もあったりとか、赤ちゃんも泣いたりとかいろいろあって、そのバランスって難しいかもしれないんだけど、やっぱり生後4ヶ月のまだ全然大丈夫な時から、歯磨きの仕方とかをお伝えしたりとかすることによって、ちょっとはね、子育てって楽になったり、あとね、私女でしょ？でも男の子の気象ってわからないじゃない？だから男の子の気象がわからないから、もうね、どう扱っていいかわからないので、それでね、結構お母さん育児ノイローゼになったりする場合もあったりするので、なんか男の子の脳と女の子の脳って仕組みが全然違うのね。だから男の子の場合はこんな風に伝えてくださいねとか、女の子の場合はこういう風に伝えてくださいねって、同じ歯磨きの仕方をお伝えするにも伝え方が全然違う。それを知ってるだけでも、うちの子は男の子だからこういうふうにお伝えしたらいいんだなとか、女の子の場合はこういうふうにするんだなとか分かってたら、もっと未然にその子育てのとこでもお母さん楽になって、ちょっとはね、そのノイローゼになるのを防げたりっていうこともあったりするかなとは思う。いやー、本当にこの歯磨きの話でもう本当60分ぶっ通していきそうなんだけど、ちょっと今一ついい質問が思い浮かんだ。以前会話してる時にこの子育てについて、くにちゃんちの息子さんと娘さんが喧嘩した時に、この選択理論心理学っていうのを学んでるじゃない。でお子さんもね、くにちゃん先生が母親として学んでる時に聞いてて、どんな喧嘩するんだっけ、あの話ぜひ聞かせてほしい。喧嘩兄やん、それ外敵使ったやろみたいな。そう。ねえ、今外敵使ったっていうやつね。でも最近は私がなんかちょっと外敵チックになってきたら、そろそろ学びに行かないといけない時期じゃないって言われる。そうでしたみたいな、すいませんみたいな。いや皆さん、実はこれですね、私たちアチーブメントさんっていう勉強をしてるんですけど、選択上の心理学っていうのを学んでですね、私も夫婦関係や上司部下の関係とかで困った時に、自分の言い方がまずかったって、自分を変える心理学なんですけど、まさにくにちゃん先生はきっとその歯磨き教室でもいろんなお母さんがいてあると思うけど、我が子に対しても先生に対しても、いやもう PTA 会長とかしたらバッチリだと思うけど、そんな暇ないか。ないやってほしいわ PTA 会長。いやもうこれやっぱ心理学を学んでる歯科衛生士さんで、ここの会社の某店の社長さんはその心理学を日本全国に広める、またね、頭おかしいって言ったらいいかな、素晴らしい社長で。いやその某店の研修の仕組みなんかもぜひね、さっきちょこっと紹介があったけど、今どのぐらい手掛けてあるんですか？日本全国行ってるんだっけ？そうですね。歯科医院に行ってるの？歯科クリニックに行って、北海道から沖縄までいろんなクリニックに行って、ホワイトニングって学校で習わないんですよ、歯科衛生士の学校では。だからホワイトニングの正しい知識とか知らない人も多いし、それをどうやってやったらいいかっていうノウハウとか持ってないので、それを全国のクリニックにホワイトニングとか、またカウンセリングとか、チームビルディング、いろんな研修を歯科のところに普及させていくっていうので、全国今講師が4人いてるので、私入れて4人で行かせていただいて。もう4人なんだ。はい。京都代表の2人と、くにちゃん先生と、あと井上っていう、今、チャレンジ中の、井上先生。4人が今、外部講師で行かせていただいてて、そう、今、あと2人育てている感じです。6人になるの？そう、6人になる。いや、この会社、バケンバ。でもきっとそこに憧れて、また歯科衛生士の皆さんが、いやこれ歯科衛生士の皆さんがちょっとどれだけ見られてるかわからないですけど、こんな生き方もあるっていうのをですね、このボーテという会社は大阪から今東京と大阪と神戸に展開されてて、歯科衛生士の生き方の見通しをまさに作られてる会社かなって思います。って言ってると多分そろそろ絡んでくる。ほら来た。はい。ライブ見てるよ。筆山愛香先生も見てる。愛香先生。こんばんは。大家さんも見てる。ありがとうございます。大家さんもね、今舞香先生と組んでその歯の健康っていうのをすごい伝えてやって、すごい嬉しかった。大家さんの全然歯科と関係がないのに、もうここまでこう熱弁してフロスの大事さとか口腔内の大事さってすごいと思って。やっぱ命の危険をこう感じられて、いっぱい本読んだら、歯が入り口だったって気づいたっていうからすごいよね。結局みんなそうなんだと。いやあれからね、発信してくださってるのが素晴らしいんですよ。すっげえ発信してるよ。そうなんですよ。でだからなんかこう連携すりゃいいなと思った。ボーテもすごいほら、もうアナログ発信力半端ないやん。いやいやいや、もう超アナログ集団ですよ。超アナログ集団。もうこのコロナのね、おかげでちょっとだけオンラインとかね、まあ、このズームデビューもそうですけど、ちょっとだけ。いや、対面営業力というか、対面影響力半端ないよね。まあ、アチーブメントのおかげです。ね、みんな、その心理学受講して、伝達力つくわ。で、技術はね、だホワイトニングってもただ綺麗になるだけじゃなくて、そのね、歯の健康に対して汚れがつきにくくなってっていう、そういう、それしかのクリニックに必要なことね、だもんね。いや、すごい集団になって。まあね、なんか、衛生士がね、こう、売り上げを上げるとか無理なんですよ、本来は。なんか、指摘を取っても保険診療でやってっていう感じなんですけど、なんかそうじゃなくて、やっぱホワイトニングで私たちが患者さんに直接やっぱり施術をして対価いただくっていうことができる、私たちでもそうやってこう会社にね貢献ができるお仕事ってあるんだっていうのに衝撃を受けました。私その一言が全国の歯科衛生士の皆さんに希望を与えるなって思う。もう本当みんな歯科衛生士になってほしい。うわーすごい。だからちっちゃい赤ちゃんとか、本当に私の講座の生徒さんから衛生士さん出ないかなってすっごい思ってる。歯科医師でも衛生士さんならないかなって思って、もう日々レクチャーしては写真撮りとかして、もう萌えってなってる。さっきからね喋ってる顔がね、すっごいいい表情で喋ってんだよね。なんかね、もう楽しくてしょうがないというか、仕事への誇りね、職業感というか。もちろん自分の技術もね、自信があられてのことだろうけど、何より自分自身に自信がすごいよね。これ娘さんも多分歯科衛生士になりたいと思うんじゃない？ねえ、なんか最近ね、なんかそんなことちらっとね、なんか看護師さんって言ってたんだけどね、なんかボーテに入りたいなみたいなとか言うからね、いいんじゃないって言って、ボーテはいい会社よって言って。ママ80ぐらいまで生きようと思ってるか、じゃあ80ぐらいまで勤めようと思ってるけど雇ってくれるかしらって言ってます。その頃はすごい重鎮でスピーカーになって、なんかもう日本中行ってるだろうね。いや、なんか想像つくわ。100人まで生きようって決めてるんですよ、自分でね。だから歯守らない。でも本当に歯の健康のことをね、私も舞香先生から学んで。いやー、すごくね、全然今もうフロスしないと寝れない。ああ、気持ち悪くなるでしょ、やってると。そう、それ。もうね、深夜午前様になって、もう眠たいと思っても、うーって言いながら、だね、教えてもらったから、もう奥歯まで親指が入れて、ほっぺた顔柔らかくなったよ。ああ、素晴らしい。すごい大事。顔が柔らかくなるって、そんなことあるんだと思って。ある。大家さんがね、今画面にいない人の話してあれなんだけど、多分聞いてないと思って言うけど、もうすっごいね、変顔全開で自分の顔の柔らかさをぐにゃぐにゃやってくれるのよ。で、60ぐらいと思ったら、俺より年下やった。そうなの？俺、あ、ほら、大家さん、やっぱりね、ほら、みんな年下だと思ってるよ。いや、下だった。で、舞香先生って、だから俺たちとあんま変わんないけど、ちょっと下だよ。いや、若いなと思って。で、いや、もう結婚2回転半してるけど、3回転いくよって言ってた。いや、その話はいいとして。いや、でも、素晴らしい。旦那さんは今、このくにちゃんの活躍とか活動をどんなふうに見てんだろう。どうだろう。なんか、ニコニコ元気いっぱい健康でやってくれてたらいいって感じなんじゃないかな。ああ、だから旦那さんのご理解というか応援も素晴らしいと思う、うん、その夫婦理解も素晴らしいなと思って。まあね、なんかね、ボーテに入るきっかけになったのは主人なんで、うんうん、なんか主人がこうクリーニングに近くの歯医者さんにクリーニング行くっていう時にそこにたまたま辻が来てて、はい、私そのクリーニング自費のクリーニングどんなことするんやろうと思って自分がやってきたクリーニングとどう違うんやろうと思って、まあ、見学に行ったわけですよ。でそこで旦那さんの 歯の治療を見学に行ったわけ。行ったらそこに辻がいてて辻がクリーニングしていてで、まあ、私もそこのクリーニングで歯科衛生士ってバレてたからAC さんが見学来ますって言ってくださってそこでね名刺交換したんです。名刺交換だし私持って出なかったからもらってでフリーランスの歯科衛生士の辻彩香ですって言わはったんでフリーランス私もフリーランスなんですけどっていう話をしたら、うん、辻がなんか来月心斎橋にクリニックをオープンするんですって言ったからそんなタイミング？そう28歳の時にやってねで28歳で私も開業30歳で開業考えてたから、うん、でもできないって分かってたからね私はもうできなかったから私がやりたかったのに、うん、でもこの人は私より若い28歳でやろうとしててできねえや来月みたいな感じやってでも衛生士でできないですよねなんでできるんですかって聞いたらドクターを管理士に来ていただいてやるんですって言ったからもうすごい衝撃受けて。でこの人は何者やと思ってでもすっごいキラキラしてたんですよ。で私も結構歯科医院にいっぱい苦労してきた人なのでもう絶対クリニックには勤めへんって決めて歯磨き教室を立ち上げてたからなんかこんな人おるんやっていうことと同時になんかその辻さんも私の話聞いてくれてね歯磨きの話聞いてくれてでボーテで酒井さんの夢の実現をやってみませんかってねその日に言ってくれはったんですよ。ほんでもう衝撃で、まあ、その時に言ったかその後やったかあれなんですけど帰り道に夫と2人で歩いとって沈黙やってねほんだら夫が「生きたんやろ」って言ったんですよ。ああもうバレてるんだ。ほんでバレてると思って「え、行っていいの?」ってなってまあいいんじゃないってなってだから夫が辻の大ファンに最初になって。なんか今でもセミナーとか行ったら辻さんのファンの方いると思うんですけど辻さんのファンの方ってうちの夫はもうこうやって手上げるかわいいかわいいだから辻さんこう言ってるよとか辻さんがご飯みんなでねバーベキューあるけどパパ来れるって聞いてたよって聞いて行けないって言ったら辻さんから直接かかってくるかもしれないけど大丈夫って言ったら行きますっていう。さすが辻さんやね。そう。いや、もう旦那を先に攻略する。そう。ボーテ流です。それが。先に決裁権持ってる人間を攻略する。いや、でもそのタイミングで出会って、すごい最高の出会いだったんだね。そうもう運命的な出会いね。ちょっとでもずれてたら会えてない人だったので、やっぱり導かれたなっていう感じでした。いやまたそこにねいろいろ指導とかで絡んでくれた安倍さんね。そうもう本当にねもう安倍さんの存在が大きかった。なんか全然社員らしくない社員さんというかなんか私全然絡んでないんだけど全然関係ないんだけど私も一回ご飯食べたことあっていろいろやり取りもして。そうなんですね。いやなんか全然なんかねその能力開発の会社の社員らしくない人だなと思って。安倍さんごめんなさいね。多分見てないと思って見てるかな。もうちょっと子供たちももう大好き安倍さん。ああなんかね。うん。マイペースだよね。いいんじゃないですかとかなんかその安倍さんに初めて会った時に酒井さんは何がやりたいんですかって言われて私はもう子育てもちゃんとやりたいし妻としても母としても、まあ、いろんな役割があるけど夢の実現も収入も得たいし私ね欲張りさんだから全部手に入れたいんですけどって。手に入れれるんだ入れれますかって聞いたら安倍さんが「ああそんなの全部手に入りますよ」あ言いそう言いそう言いそうそれで受講を決めました。なるほどね。自信満々に安倍さん言うやろ。さらっと言いそうやね。そうああいやでも安倍さんがピンク色のシャツ着てボーテの応援してるあの姿がねあれがね社員あれが安倍さんの魂だなと思った。やってくれるんですよ。チラシ持ってねオープニングスタッフとしのオープニングの時にね、3日間ですよ、来て。で、あの姿が、何より言葉がうまいとか下手じゃなくて、あの姿勢がボーテにとってどれだけの応援になったかっていうか、そういう付き合いをしてたからみんな今のボーテそうなんですよ、本当にだろうな。いや、素晴らしい社員さんだなと、パートナーだなと思った。あの時なんかね、普段普通に喋るとゆるいけど。ゆるいもうなんかそろそろ会いませんかとか言ってね。いや、安倍さん見てない。あ、前川先生、竹下さんも変顔上手。そう、変顔習ってるんですよ。あ、そうなんですね。顔の皮を伸ばすっていうね。いろんな、あ、大家さん44歳聞いてますって。聞こえてないかと思ったら、はい、聞かれていらっしゃいました、大家さん。はい。いや、でも前川先生との対談実現できたらすげえな。あ、福島達也君も見てる。坂井さん、いつも勇気もらってます。家族でファンです。あ、福島さん、岡山から福島さん、家族でいつも見てんだよね。福島さんのプレゼンテーション奈良でやっていただいたときに、うちの息子が素晴らしいってなって、アチーブのこうシェアとか入るようになったんですよ。奈良支部のね、定例会やるじゃないですか。勉強会。その時にテーブルシェアとか入るようになった。おお、いや、福島君、すごい影響出してるよ。うちの息子を変えてくださった方です。やばい、竹村金也さん、安倍さん、昨日まで3日間、安倍さんとご一緒でしたって。熊本にいたんだ、安倍さん。熊本にいたんですね。安倍さんの文句言ってると、安倍さん、多分匂いかけつけてくるよね。あ、金沢拓司さん。いやー、竹ちゃん、くにちゃん、元気もらってますって。竹ちゃん。たくさん呼ぶよ、ここに。覚悟いいですか。プロスピーカー、金沢プロスピーカー、ぜひお呼びしますんで。いや、たくさんの方が見てくれてます。あ、安倍さんいるやん、これ。え、本当。安倍さん見てんのかな。いや、多分最初の方見て今抜けてんのかな。安倍さん話をしちゃった。いやいや、あっという間に53分です。本当、本当早い。早いね。いや、ぜひちょっとこれから先、今私たち47歳の年だけど、どんな50歳60歳って迎えていく、ちょっとそのビジョンとか、ボーテと一緒に、まあどんなふうにこうね。辻彩香さんたちとどんなふうに描いてるのか、なんかこう歯科衛生士の未来どうでしょう、ちょっと語っていただけますか。もう本当にね、ボーテはとにかくこう歯科衛生士の見通しになりたいっていう思ってるので、もう新しいこう働き方、衛生士ってこんな働き方もあるよっていうところ、それは私の歯磨き教室も一緒で、私もやっぱりこう全国47都道府県にやっぱり教室を広げていく、それを本当にこうやってくれる衛生士さんをたくさん作って、講師としてもバンバン出れるような人を育てていきたいなって、何人か私の中ではもうピックアップしてるんですけど。全国行くときに一緒に行かしてもらったり、どこででもこう講演できるような、そんな人をたくさん作っていきたいなって思ってるのと、やっぱり私がこうお伝えする数ってすごく限りがあるじゃないですか。でそこから、例えば引っ越しとかしたときに、なんかこう他府県に行くでしょ、みんな引っ越しで。そしたらせっかくこの歯磨き教室で習ったことを違うクリニックに行ってもできるかっていうと、やっぱりそのノウハウないところはやっぱりないわけでね。だからこの歯磨き教室のノウハウを持ってる人のところに紹介をしたいわけ。全国あれば紹介できるっていうのがあって、皆さんこのコミュニティをたくさん拡大して縁ある生徒さんたちがどこの地域に行ってもこのノウハウで歯磨きを最後までやり続けていただくっていう、お母さんとお子さんを作っていくっていうところにできるような環境づくりを今からやっていこうと思っています。だからボーテも本当にこれも同じで47都道府県、世界にも出ようと思ってますけど、やっぱホワイトニングを通してこの歯に対してのやっぱり意識を変革させていったりとか、ホワイトニング入りの健康着地っていうのを、やっぱ海外の人まだまだね、お口の中ちょっと非常に厳しい国もあったりするので、そういうところにもやっぱり出ていけるような、そんなボーテになっていきたいなって思ってます。すごい。これ今聞いててですね、もちろん世界に活躍できる人材育成ももちろんだけど、行政の、私もパパママ教室って出たことあるんですよ、生まれたばっかりの時に。これ保育園でも遅いんだね、3歳4歳だから。あ、でも0歳児来るか、保育園は。保育園だね。保育園とか行政とつながったらいいね。うん、そこに入り込めるぐらいの歯科衛生士の数ってまだ足りない。その、もっとね、徳永恵美子さんも古谷舞香先生も頑張ってるけど、そういった意識の高い歯科衛生士のリーダーさんたちが、行政とかとつながったら強えね。なんかまあその保育園のところもそうなんだけど、うん、それだけじゃなくってやっぱり企業さんのところにお母さんがたくさんいてるってことなんですよ。ああ、そっか。保育園でじゃあいいのかというと、保育園は赤ちゃんがいてるだけのことで、お母さんが一緒にそこで習ってもらえるかというと、習ってもらえないのね。だからどっちかっていうと本当にこの社会に出てるお母さん方とのそのまあ企業さんとかでやっぱりお母さんに本当に歯磨きの大切さとかお伝えさせていただいたり、自分の歯のやっぱり大切さ、お母さん自身が自分の歯をしっかりと磨けるお母さんになっていくっていう、そのね、子どものね、歯磨きするだけの教室じゃないんですよ、私の教室って。子どもの歯を磨く前にお母さんが自分の歯を磨けないと子どもの歯ってちゃんと磨けないので、なのでやっぱりお母さんの口の中の状態って一番大事であるっていうところ。もっともっとこうお伝えしていくには、たくさんの衛生士さんとたくさんの人、人脈がもっと持っている。私がもし歯科衛生士やったら、まあ、歯科衛生士になったことないか分かんないけど、多分ね、燃え上がると思う。うん、国ちゃんの話聞いたら。いやー、やっぱ職業への誇りだ。4つの自信だね、本当にね。ね、会社に対する自信にね、職業観に、自分自身に対しても、技術に対しても、サービスに対してもね。いや、本当に素晴らしいメッセージを、これ YouTube に上げるから。で、はい、ぜひ、まあ、くにちゃん自身にも送るし、まあ、棒手さんで使ってもらってもいいけど、まあ、切り取って、その一部分一部分で、なんかこう、うまく使ってもらったらいいなと思うし、今日の話は、いや、ぜひたくさんの子育て世代の方々に見てほしいなと思いました。衛生士さんにもね、衛生士学校の方も見てもらいたいね。衛生士学校かなんかね。でもね、経験がないでしょ、みんな。独身だから。そうだね、子供苦手って思ってる人多いのね。だけど、実は子供の扱いって技術だから、学べば誰でもできるんだけど、やっぱり衛生士ですってなって社会に出されたら、もう、一発の衛生士として扱われるでしょ。だけど、子供をそれで嫌いになって、私子供いらないっていう衛生士さんたくさん見てきてるのね。だからそうじゃないよって、子どもの扱いって分かったら本当にこんなに楽しいのよっていうのをやっぱ伝えていく役割が私にはあるなと思ってる。楽しそうだもん。楽しい本当に楽しそうだもんね。いや娘ちゃんが多分そのままね、こんな楽しいお母さんの姿見たらそんな仕事したいって思うよね。教室やりたい言ってたあ、やりそうやったらいいよって言って。なんか親子でやってそうだね。いやー、面白いだろうな。孫も一緒にそこで連れていくんだろうね、きっとね。そうそうそう。いいね、それ。いや、孫も一緒に連れてやってるようなイメージが見えた。いや、素敵だね。いや、なんか素晴らしい未来が見えました。ぜひね、歯科衛生士というか、まあ、これから歯科衛生士を目指す人も増えてほしいし、歯の健康が皆さんの命を守るということを今日は酒井邦子さんに、くにちゃん先生に教えていただきました。8時になっちゃいました。もう本当にラストメッセージ、この見てる方々にどうぞ一言お願いします。今やっぱりね、コロナで皆さん大変な時期だと思うんですけど、本当にお口の健康守るっていうことがもう本当に全身の健康を守ることになるので、これを機にちょっと自分の歯を見るきっかけになったり、ちょっと歯医者さんに行くきっかけになってもらえるととっても嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました。ぜひね、歯医者さんに行ってください。そしてちっちゃいお子さんのいるところにですね、こういう情報を伝えてもらえたらと思います。ボーテさんの問い合わせ先とかなんとかはですね、また記事の方に書きますので、くにちゃん先生への歯磨き教室の依頼はですね、ボーテさんで受付をしてやるそうなので、受付先はまた。あれです、全国のクリニックさんで歯磨き教室やってる、導入してくださってるクリニックさんもご紹介できるので、また個別にメッセージいただければ、地域であれば、近くであればご紹介できます。そっか、そっちが一、ね、そっちが全部カバーできるわけないからね、うん、ということでした。皆さん今日はご視聴ありがとうございました。くにちゃん先生ありがとうございました。ありがとう。じゃあ失礼します。終了します。